どうすんだろう。どうすんだろう。マジでこれはあかん、これはあかん、これはあかんわ。ちょっとボタン消費してあげよう。ナイス、ありがとうございます。おはようございます。取られた。なあ、そりゃそうやわ。じゃあ歯医者には、いやいや、いらん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 。あれ、そうなん、いらなかった。ちょっとなかった、宿舎前通路。そうね、あれ弾けるかどうかよね。そうですね、ジブリさんにあげます。エコー押すか、エコーボタン押すか迷いましたね。押してくださいよ。いや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 。押してくれないんですか。押さないっす。れ、これ絶対入れやってるだけでしょ、これ。ちゃうちゃう、ないないない、僕は、はいはいはい、イチャイチャして、イチャイチャして、はい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 。あれ、よう死ぬなぁ。なんか聞くばっかじゃないか。死ぬなぁ。すげー死ぬなぁ。アキラさんの声全然聞いてへん。どんなんか忘れたな、もうな。あの、祭りアキラさんと一緒に起きてて、はい、あらあら、エンジンルームで一緒に起きたんですよ。エンジン。で、二人で一緒にあの扉を開けて、武器庫まで行って、一緒に武器庫まで行って、私はキッチンの方に行って、アキラさんは武器庫の方に行って、そこでお別れしました。で、私はキッチンに行くときにファイブリさんか誰かとすれ違ったんですけど、結構前です、はい、すれ違ってました。ムーさん、まつりちゃんがね、なんかちょっと固まってて、僕の画面ではちょっとだから時系列が分かんないんだけど、停電の時に展望デッキ行ったら誰かが直してくださって、僕は触ってません。で、展望デッキからキッチン、コミュニケーションエンジンルームの方で今からミーティングにボタンを押しに行こうかなって時に東さんが押していただいたっていう感じです。武器庫直したのは貨物室で私が直した気がします。あゆみさんが近く一緒にいた。ああ、そうですね、停電の時に貨物にいたので、もし左側なのであれば、あの、まあ、ややちゃん違うかなって感じです。このキルに関しては、うん、祭りさんにもう無理だと思ってて、私が停電直そうと思って武器庫入ったら直って、で、キッチンのゴミ箱のところにまつりさんいはって、あ、はい、いました。で、展望デッキからハイブリさんが上がっていくのを視認してます。なんで、2人はアキラさんは無理かなって思ってます。で、ムーさん目線ってアキラさんがこの近辺に左側見てっていいってことですか。そう、見てなくて、で、キッチンのずっと上にまつりさん立ってて、その付近は下いなかったんで難しいと思ってて、はい、武器庫の裏は見ました。僕は見てないんですよ。停電中やったんで、もうまっすぐ出ました。あ、もし武器庫、あ、そっか、武器庫で見て、そう、武器庫の裏だったら、まあ、僕視点はまつりちゃんもあるし、ムーさんもあるんですけど、ムーさん視点も僕とかにもあるのかなと思ったので、一応、うん、なんか祭りから見えてる時系列で言うと、最初にすれ違ったのがハイブリさんで、その後ちょっとしてからムーさんとすれ違ってます。左の目撃が最後ってことですか。左だったら、私しか見てない、まつりしか見てないです。最初の方見てない。私は一緒に武器庫に入りました。ていうか、あの、停電中だったんで左側で入ろうとしたのが、うん、そこら辺がちょっとね、なんとも、他の人の位置、そうですね、聞きましょうかね、うん、はい、うん、ボタン押しに、あ、押せないわ、行きましょう。押す、申し訳ない、申し訳ないけど、アドミンは殺さないかんのや。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今名前が出てない方の最終位置
知りたいです。青の昼剣メインです。メイン、はい。昼剣さんと神宮寺が最後すれ違ってる。はい、エレキから上がってくる水色の神宮寺さん見ます、はい、緑の柳凪は、はい、メインでは行って最後シャワー室にいます。誰とも会ってないですね、うん、はい。他は東さんボタンか。はい、そうです。あ、そうかそうか。東さん最初金庫室入ってったの東さんですか。あ、ムーさんと一緒に入ってます、2人で。はいはいはい。あゆみさんが、あ、貨物脇です。そうです、はい。で、電気をあのややちゃんと2人で直しております、はい、という感じです。私はアーカイブ脇でラウンジであゆみさんがトイレをしてるのを眺めながら停電したので、表現がなんかちょっと扉開けてしてたみたいになってるんで、ちょっとやめてもらっていいですか。あんなところでと思ってトイレやつ。神宮ですけど、ちょっと話出てたんで、まああえて言ってなかったんですけど、まあ被る内容だったんで、エンジンで僕神宮寺湧いてるんですけど、側湧きしてるんです。で、側左へ行ってるんですね、うん、でキッチンのゴミ捨てまで直行してるんですけど、その時に多分僕ちょ曖昧だったんですけど、多分アキラさんエンジン沸きしてると思います。ただ、うん、と確信がなかったんですけど、松井さんの話だと多分そうかなっていうところですね、うん、ただその後見てないです。僕すぐ左行って降りて、で、停電になって多分結構早かったんですよね、停電直るのが。で、うん、キッチンの、展望デッキの扉閉まっていて、行こうとしたらあのリだけ見えたんですよ、扉越しに、はい、カタカナのリが見えたんですよ。カタカナのおうおうおう、ハイブリ乗り。で、あ、展望デッキ、あ、ハイブリさんいるんだなって思って、はい、ですぐ直ったんで、あのそのままキッチンセキュリティへ抜けて行ってからの電気室だったんですけど、電気室のこの右上に行きたかったんですけど、ちょっとめんどくさい構造になってまして、電気室が電気めちゃくちゃ迷子になっていて、で終わってから上がったらヒルケンさんみたいな感じだったので、うん、右からキッチン側へ侵入してる人はいないんですよ、うん。今回の容疑者って左側多分左側なんじゃないかなって。で、アキラさんも見ていないし、まつりさん、ムーさんの3人でいいですかね。あと東さんって金庫室行った後どこ行ったんですかね。あ、ボタンです、ボタンです。あ、ボタンもそのまま直行ですか。あ、そうです、3人ですね。了解です、3人、うん。神宮寺さんは入らないでいいですかね。いや、僕は入ると思いますよ、僕は入ると思いますよ、うん、3.5 ぐらいでいいですかね、うん。そう、 3.5 かな、はい、3.5 一応そう抜けてから、ね、7の方に行ってから、ね、抜けてるんですよね、でもね、うんうん、あゆみさんの死体が、はい、あのシャワー室の覚え芸を入力するところですね。ああ、シャワーの右側のなんか、うん、あの一番右足です、うん、一番右足に、はい、今シャワー室の上、私最後だったんですけど、はい、シャワー室の上入ってきたところにハイブリさんともう一人ヤヤさん3人いた。でその前結構直前にあゆみさんもシャワー室にいたの私見て、停電直しに貨物室に私行ったので、それで戻ってきたらってボタンだったので、結構その2人は近いかなと。そうですよね、まあ、ただ停電中に私もなぎさんとそのすれ違ったんですけど、その直前まで多分あゆみさんその貨物室のあの覚えるところに入ってったところまで見たんですけど、停電中に私、そうですね、なぎさん、緑、なぎさんとハイブリさんがそこにいたんで、ちょっと若干そこ3人が怪しいのか、私含めて3人。あ、すいません、ごめんなさい、ちょっとだけ言っていいですか。僕とヤヤさんが、はい、例えばシャワールームでキルしてたとして、僕とヤヤさんってずっとタオルタスクやってたと思うんですけど見てました、あとずっとそこにいると思います思わないですよね僕。だからヤヤさんあんま疑ってないです。
あ、すいません、ちょっとムーさん一つ気になることがあって、はい、停電を昇降機右で直しに行った時に結構勝ち合っちゃってて、でその時東さんが昇降機上にいたんですよ。あ、ずっといました。はい、はい、でその後私が東さんを置いてシャワー室のその右に行ったのに、東さんがシャワー室の上からパッて来てボタンって、なんかちょっと弁当使ってるんじゃないかなって思って。あ、使ってないです。あのアーカイブとシャワーの扉一緒に多分ガシャンって閉められた。いや、私は中に入れて、東さんをアーカイブに置いて先シャワー入ったのに、他のシャワーの部屋から東さん出てきて、あ、多分そんな上から入ってるのはヤヤさんとハイブリさんに見られてると思います。見てますか？ごめんなさい、タオルを投入してるのでちゃんとは見てないです。あんまり見てないけど、でも東さんは1回はすれ違ったような記憶が。あ、多分それが多分そうだと思います。あの、停電直った時には上からいたような気はしてるんですけど、あんま覚えてないです、ごめんなさい。容疑者多い。ちなみに停電中にあの昇降機のリフトずっと乗ってた方っていらっしゃいます？はい、僕です。そういうことか。はい、あ、昇降機ヌーンヌーンってやってました。だから左に行くんだ。タスクをやれ。すいません、はい。ありがとうございます。まつりさんの話を聞きたかったです。あ、それで私もちょっと大事な話があって、はい、あの、私さっきキッチンで、ヒルケイさんと一緒に湧いてるんですよ。はいはいはい、でそれ後私展望デッキの方行っちゃったんで、はい、その後どこにヒルケイさんが行ったか分かんないんですけど、多分左側にいるんじゃないかなって思ってるっていう感じです。死んでるのが。じゃあ左側の人を考えた方がよくない？まずハイブリヤヤさんがタオルやってます。左側へ行った経路のある人ってことですよね。そう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 。で東さんと凪さんが直したんでしたっけ？ムーさんが直してます。ムーさん、はい、凪さんも貨物の方に行かれたんですよね。確かに、はい、貨物行ったんですけど、着いたくらいで治りましたね、うん。じゃあ、まあ、ただヒルケイさんめっちゃ最初の方にあったんで、殺されてるとしたら最初の方だと思います。もう一人停電直した人もいるはずです。まつりさんって展望デッキで直しました？はい、あ、直しました直しました。こう勝ち合いました、私と。ん、勝ち合いましたっけ？勝ち合ってないですよね。なんか5秒ぐらい勝ち合って治らないって。勝ち合ってたのか、見てなかった、ごめんなさい。あ、治んねーってなってました。なるほど。なんかまつりちゃんが初動でっていうのが、はい、初動で最初の方にキルされてるっていうのであれば、まつりちゃん視点で神宮寺さんしかなくない？はい、ジングリさんどこいたんでしたっけ？初動？僕ヌーン乗ってて左側にいたっていうのはに左でヌーン乗ってただけで。あ、東です、はい。僕もジングリさんを若干疑っておりまして。なんで？ヌーンに乗っているってことは停電を直しに行けるじゃないですか、昇降機右に。うん。でムーさんと東って昇降機の下にいたんですね、その右側の。うん。単純にそのなんだろう、クルーだったら真っ暗だから一回直しに行って、あ、下に2人いるやってなると思うんですけど、なんか視界が広いなって思いました。僕別に視界が広いって、僕がなんで視界が広いと思ったんですか？僕誰かいたとか何も言ってませんけど。いや、単純にそのクルーのスコアと昇降機右にその停電直すとこ近いから、そのタスクをしてたら私もそれだと停電直しに来るかなっていう印象ですね。あ、僕は普通にタスクをやろうと思って右行ったら右の昇降機右側にタスクがないんで左へ行っただけですね。ただ戻っただけです。シンプルに最初のアキラさんキルが祭りムーさんハイブリさんしかできないまで詰まってるじゃないですか。はい、だからなんかそこを一番詰めるのが詰めやすいかなって今はなってるんですけど。そう、そうなるとね、結構普通に祭りちゃんだと思うよ。うん、ヒットは私知ってもいいですけど3人ローラーしないとやばいですよ。アキラ視点はムーさんは確実に今回の2キル関われないので、ムーさんがインポスターだったら僕が相方だと思ってください。私並ばないですよ今それだったら。さあどうすんの。ナイスボタン、ナイスボタン。
あ、じゃあ、まつりちょっとだけ喋ってもいいですか？はい、もう一回。ハイブリさんとムーさんを精査すると、まあ、最初のキルとその後の話になるんですけど、ムーさんが結構人間らしいなって思ってるんですね。ありがとうございます。はい、なんで、あと、まあ、私とハイブリさんローラーした方が、多分一郎は落ちるかなって思ってます。私人間なんですけど、なんか、ハイブリさんを釣るにはそれしかないかなって思ってます。具体的に何が怪しくてっていうのが出ない限りは、あ、キラさんキルです。アキラさんキルが、私視点、ムーさんとハイブリさんしか実行できないんじゃないかなと思ってて、まあ、神宮寺さん行ったら怖いんですけど。あ、違う。それで、ムーさんが白くなって、はい、俺が黒くなる理由を具体的に言ってほしいかな。ムーさんが白くなって、私が違う場合って、ハイブリさんしかキルできないじゃないですか。いや、ムーさんが、この3人の件でちょっといいですか。そうそう、うんうん、その3人で誰もコックピットには行ってないんでしたっけ。まつりさん行ったんでしたっけ。いつですか、最初ですか。はい、一番最初のアキラさんの時は行ってないです。あの、私若干東さん金庫室からコックピットに抜けて武器庫で殺せるんじゃないかって思ってて、私4人やと思ってるんですよね。あ、コックピットに抜けて武器庫までは厳しい。コックピットだったら多分ありえると思います。いや、金庫室からの、あ、そう、コックピットから武器庫まで行っちゃうと多分僕ボタン押してるんで時系列が、あ、じゃなくて東さんが、ミーティングのボタン押してるから金庫室からのベントでっていう推理ですよね、ムーさん。はい、あの押すまでに結構時間もあったし、うんうん、一飛びぐらいしてパッて帰ってはいける時間帯かなと思ってて、あ、コックピットだったら多分ありえると思いますね。だから私して4人が犯行できるって考えてたんですけど、なんか、うん、私の自分の白要素を言えるとしたら、1日目にアキラさんが死んだ瞬間にアキラさんの場所を教えたのは私です。そうですね、私がどこで死んでるってじゃないかなって言ったら、誰もアキラさんがどこで亡くなってるかって分かんなくて、私が殺してたら誰も見てないのにそれ言う必要がないし、結果的にキルケンさんの場合もそうです。右側でキルが、話が出てきたら結局左側にいたって先に言っとかなきゃ意味がないから、それはあんまり通用しないと思う。なんか全員からの死人情報がない状態やったら分かるけど、右側が固まってたんやったらあんまりそれは通用しないから、他の部分で白い要素を出してほしい。まつりちゃん死にたいし、あ、あと僕はあのムーさんに言っときて、僕はムーさん隠しろだって言ってるので、ムーさんを助けてることになってるんですよね、うんうん、はい、そこはありがたいんですけど、私の視点からは隠しろが出せないんですよね。東さん、片思いになってますよ、東さん。ごめんなさい。片思いですよ。ごめんなさい。東さん、片思い。ちょっとごめんなさい。自視点はもう、二郎だとそこですって言ってるのに、東さん。片思いになってますよ。でもなんかちょっとまだ、見習わない。よくわかんないんですよ。ナイスボタン、ナイスボタン、ありがとうございます。助かる。うーん、あ、重い東さん。いや、なんかここでお互いに白を立てて自分も白にしたいのかなってちょっと逆に考えちゃってて、あーあすげえドロドロしてんだこの回。やばいですね、人間関係が複雑、人間関係複雑ですねこれ。複雑ですね。あ、じゃあ一応もう一回整理しておきたいのが、多分、はい、ムーさん目線も僕東が関われるとしても歩美さん切るじゃないですか。はい、で歩美さん切る、多分関われるのってヤヤさんかハイブリさんか東かな、なぎさんかってことだと、うん、結構広いです。あ、なぎさんか、一応なぎさんもあるか、はい、で多分左側、おそらく左であろうヒルケンさん切るが多分神宮寺さんかまつりさんに頂くってっていうことで OK ですか、みんなさん目線。左であればですね。うんうん。分かんないですけどね。なるほど。で、初手切る、でもな、初手のアキラさんって、本当に武器庫で死んでんのか、3人いて3人死人ないんですよね、最終的には。そうですね。うん、やったんでね。だからどっか行ってそうな気もするんですけどね。なんか、はい、まつりちゃんの、したら上ですね、はい、まつりちゃんのその視点で言うと、さっき今東さんが言ってくれたことを俺もさっきのさんに言ってて、はい、あのヒルケンさんのキルだったら神宮寺さんが怪しくなるんじゃないのって言ってるけど、俺を対抗してローラーしたいって言ってるのがめちゃくちゃ不自然だと思ってるのね、はい、あ、神宮寺さんでもいいです。
じゃあ、うん、じゃあやめてよ、そのでいいですよ、やめてくださいよ。じゃあちょっとおかしいよ。そう、それで速攻東さんがかばったから、ムーンさんの言ってることもすごく分かって、東さん、まつりさんに僕は見えちゃってる。僕は東さん、まつりさんって言われてる東さん、どうします？あ、多分ムーンさん目線で、それは多分ね、僕もそれ言おうとしました。多分その二郎って終えますよねって、うん、終えますよね。めちゃくちゃ終えると思ってて、まあ、うん、僕がかばってるのでややさんだけで、うん、あのただややさんの白が出せるかって言ったら出せないんですけど、ただシャワールームであゆみさんを切ってて、今容疑者が東さん、柳さん、ややさん、ハイブリさんの時に、うん、俺とややさんずーっとタオルタスクやってるって、うん、すごいな、やばっ、どんな仕事っていう思っちゃうから、この この長野の全員容疑者さん、ただ東さんがあゆみさんをセルフでやるの言うのはちょっと白要素なんで、まつりさんが一番濃い、うん、濃いと思います。え、今はやめた方がいいです、釣るのは二郎、はい、うん、ま、白白釣っちゃうと、あの、ね、6人二郎になるんで、今は釣んだ、ね、うん、持ちたい気がします。ムーさんのために僕がしたら死にますね、ちょっと殺してください。インプラ守ってくれるんですか？男を見せる。どうすんだろう、どうかな。どうすんだろう。どうすんだろう。おお、松井さんの。二人死んだ。二人、誰だっけ、松井さんとややさんか。悔やんなきゃ。トイレ、なんかラウンジの方とかにいませんでした？アーカイブ？アーカイブラウンジ方面にはいましたよね。はい。そこは覚えてんだよな。でも私バイタルちょっと前に見てて。うんうんうん。ピンクのまつりさんが死んだ瞬間見えたんですよ。それが結構最近というか、唯一俺が死人があるのがアーカイブシャワーの時に東さんとすれ違ったかなぐらい。あ、そうですね。ただ結構比較的直近じゃないですけど、多分比較的最近の死体なんですね、これどっちも。そうですね、あの、まつりさんの後にややさんが死んだと思いました。で、これ、ムーさんとなぎさんにちょっと説得というかですけど、はい、さっきのあゆみさんとヒルケンさんが死んだ時あるじゃないですか。はい。あの時ってヒルケンさんキルの容疑者ってまつりさんか神宮寺さんの二択だったと思うんですよ。そうですね。それってことは、ごめんなさい、それは先に反論しておきます。ヒルケンさんの下位置が分からず左と想定した上での話なので、ヒルケンさんが仮に序盤で左で見られただけで右の方に来ていた場合って話変わってきますよね。それで僕が確定になるのはこの場面すごい怖いです。それだけ反論しておきます。推定だけで僕確定黒みたいにするのやめてください。で、多分なぎさんと僕って最後の方一緒にいたじゃないですか。はい、エレクトリカルのところで一緒にいたじゃないですか、はい、あの時ってもう死んですぐぐらいですか。じゃあそうですね、あのピンクがデッドってなったの見えたので、探しに行くかボタンを押しに行かないとと思って、うんうんうん、はい、電気室の方に行ったら神宮寺さんいたって感じで、一緒にいたって感じですね。この盤面でなぎさんの情報すら怪しくなっちゃうので、結構前のキルだったりとかにを直近って言われてたら信じられないんですよ。なぎさんがインポスターだったら直近なのは東も言えます。んでラッツの停電を直した方はどのつでか、多分東かな。どれ昇降機右で直してます。停電、いや違います、絶対違います。停電は直したのはハイブリです。ハイブリさんはどこで直しました。昇降機右です。
昇降機右か、はい、でその時に誰かがトコトコトコって昇降機で移動するのを僕は確認してます。僕は神宮寺さんとハイブリさんだと思うので神宮寺さんに入れました。僕はいや凪さんから僕は白が出て僕も凪さん見てるので、はい、凪さんはないんで東さんですね。わーお、いやちょっともう一回話したいな。もう一回もう一回誰かを話せないですねこれは。まあ勝とう。ひどいひどい、あのおじさんひどい。お疲れ様でした。やっぱそうか、そうか、そうだよな。だからダメだったよ、ブリさん。いやなんかね、ちょっとどうしよう。ごめんって。いや、どうしよう。でもあれだ、あの東さんめっちゃ一緒にいてくれたから絶対しろやと思って。怖い。最後2人からの殺意が怖い。ね、長谷さんのそばでそうそうそうふふふしてました。あの神宮寺さんひどいのが、まず宿舎前通路に俺神宮寺さん凪さんが湧いて、凪さんが一生懸命扉開けた瞬間に神宮寺さんが扉を閉めました。閉めてあれで逃がさないよみたいな。目の前で閉められた。